じゃあこんにちは。はい、ちーちゃん。はい、ゆうたかさん。はい、これちーちゃんがまたレイアウトしてくれて変えたけどもまあ変えたね、これね。ゆたかの分析。はい、ね、今度はね、はい、試合を一つずつ見ていって分析してポイントを解説していこうということで。そうだね、はい、はい、はい、まあ CS のファーストステージ、はい、まあ第一戦、はい、まあセリーグの方 DeNA 対阪神が、はい、今永対青柳、はい、でソフトバンクが千賀、西武が高橋光成という、はい、それぞれ、横浜スタジアムとペイペイドームで行われました。はい、はい、さあまずは早速結果というか、まあ、結果というよりね、オーダー、はい、ね、先発今永、青柳、まあ、セ・リーグからいきますが、はい、まあ、こうなってます。はい、どうですか ね、まあ、ここでね、 DeNA の注目は神里、はい、はい、すごく青柳に対して相性がいいんだよね。ここを2番に入れてきたということ、はい、で楠本を5番、はい、で藤田、はい、ベテラン藤田、ベテラン藤田は今シーズン1回だけの先発で、うん、今季2度目の先発になるんだよね。はい、まあそれを大抜擢してきた、うん、まあやっぱり状態がいいんだろうね。うん、それとクライマックスシリーズとか日本シリーズとか戦ってきてるから、なるほど、まあ、経験値が高いということね。はい、あと森、ね、峯井、真永と続く。はい、ね、で阪神の方は、まあ、1、2、3はもう不動のオーダーというか、はい、まあ、大山もそうかな、で原口も終盤こう非常に使われてたから、うん、まあ、非常に状態もいいしね。で佐藤は6番に置いて、はい、まあ、左用にヨーカーを置いてきたという、はい、で青柳の女房が坂本という、まあ、こういう布陣でね、外国人が誰もいないというね。そうです、書いていて、うん、カタカナ書いてないなと思いながらということで、まあそうだよね、うん、このオーダーに関してはどうですか。うん、まあ予想されたけども、うん、藤田を入れたり、藤田を入れるとは思ってなかった。なるほど、うん、だからここら辺はちょっと意外だったね。うん、まあ、阪神の方はまあまあ梅野で来るか坂本で来るかとか、はい、まあいろいろ考えてたけども、大体こう予想通りかな、阪神の方はね。はい、はい、ということで、ということで試合が始まります。はい、でファーストステージ第1戦セ・リーグ、はい、まあ、もう結果見えちゃってるから言いますが、うん、2対0はい、阪神が勝ちました。はい、ちょっと私、メガネの私はどうでしょうということでなんでそのメガネ、うん、それで、うん、やっぱり今永と青柳のこう立ち上がりっていうのはやっぱ素晴らしかったんだよね。はい、やっぱこう10勝投手、まあ、青柳は最多勝、うん、今永はこうね、こう上り調子で終わったという、うん、まあ、そういう先発ピッチャーだけに、はい、なかなかやっぱ点は取れない、うん、でどちらかというと青柳の方がこうちょっとボールが暴れてたんだよね。なるほど、逆球があったりだとか、はい、これが逆に DeNA の方はなんか的が絞れなくなってるというか、そんな感じがしたんだけど、まあ今永の方は低めにね、非常に丁寧に、まあ、投げてたという、はい、でゲームが動いたのは、動きそうになったのは2回、うん、はい、まあ、ここに書いてないけども、牧がヒットで出るんだよね、うん、はい、で次の5番楠本にどうするかなと思ったら、うん、送りバントの構えからやらせなくてセンターフライ、はい、藤田センターフライ、うん、森がセンターフライという、うんうん、でランナーが動けなかったのよ。なるほど、で青柳と今永っていうのはやっぱり考えたら、うん、やっぱこう結果が示すように、うん、もうこういう試合展開が予想されたと思うんだよね、うん、そしたら送っててもよかったなっていうね、うん、まあ、そんな感じがしながら、はい、まあ、5回を迎えると先制点っていうところでも送って確実に点を取りたかったっていうことですかね。まあそうだね、うん、やっぱこういう試合って先手取るとさ、うん、やっぱ有利に働くから ね、 で、 で5回を迎えたんだけども、はい、ワンアウトから青柳がヒット、うん、中野がセンター前ヒット、はい、でここで糸原にマルテを持ってくるんだよ、うん、お、大丈夫マルテ、これポイントで上げてますね。ポイントだね、はい、で糸原のところでマルテ、はい、うん、で糸原が2打席目に一球もスイングしないで三振取られたんだよね。なるほど、うん、まあ状態を見てマルテにすぐ変えたね。うん、でこのマルテがツーナッシング、うん、ポンポンと追い込まれたんだよ、はい、そっから今永が低めに誘うんだけど、うん、そこを振らないんだよ。なるほど、で
マルテも一球も振らずに、一球振ったか、一球振ったけど、その後振らずに全部見送ってフォアボールになって満塁になっちゃったんだよ。なるほど。でベンチからすると、まあタイムリーヒット一番いいよ、うん、いやだけどやっぱここで次の近本に繋いでほしいという願いがあったわけよ。なるほど。でマルテが冷静にフォアボールで繋いだ、うん、これが DeNA の今永にとっては非常に大きくのしかかったな。まあヒット打たれるよりこうフォアボール出した後っていうのがまたポイントになってくる、うん、そうすると満塁になるっていうことはさ、やっぱボールが入れないとか、で今永に対して近本はこの日2打数2安打打ってんだよ、うん、でもものすごい合ってんだよね、はい、でそれで、ボールから入るんだけども、うん、2ボール1ストライクからインサイドの球をセンター前に運んで2点タイムリー。嫌な予感は的中というような感じですかね。まあ的中したな、うんうん、だからまあそういう意味ではマルテのフォアボールっていうのが痛かったね。それとマルテが今日の阪神打線、今投げに対する低めのボール球に手を出してないんだよ。もうそれは徹底事項だったり徹底されてるな。だからこれびっくりした。うん、うん、だから見事に見逃すんだよ。で審判も取っていいんじゃないかなって思うんだけど、はい、みんなが見逃すもんだから手が上がらなくなってくるんだよね。うん、だからここら辺は阪神の選球眼というのは見事だったね。なるほど。はい、その裏、はい、DeNA、うん、先頭打者藤田出塁も得点ならずという、はい、これで、うん、内野安打打つんだよね、はい、で森に送らすんだよ。でも森の次が峰今永なんだよね、うん、はい、それ考えると、うん、森の1打席目を見ると、うん、センターにいい当たりをしてたんだよ、はい、だから打たす選択肢はなかったのかなと思って、うん、でバントやらすんだけども、はい、まあ、結局ファウルで失敗して、はい、まあ、最後打ちに生かしたけど3球三振で終わるんだ、うん、で次に峰に送らすわけだから、俺だったら藤田が出た後に森に強行でもよかったと思うんだよね、うん、それでフライ打ち上げるとか、うん、ランナーがまだ一塁に残るんであれば、うん、峰にバントでもよかったと思うんだよ、うん、だからまあ、うん、まあでも三浦監督のそのバントやって絶対送るんだという、まあ、執念は感じたけどね、うん、で送ってもうここで今永を変えるんだよね、うん、戸柱に。でファーストゴロで点が入らずと。これ2点取られた後だから1点でも取りたいっていうような強い気持ちからの森選手のバントとかで、ね、まあまあそうだろうね、うんうん、だから森にまだ信頼度が、まあ、低いということもあるんだろうけどね、うん、なるほど、うん、はい、はい、それで、まあ、6回はあまり何事もなく、うん、まあ、7回はい何かありましたね。次の1点をどっちが取るか、うん、まあ、結局取ってないんだけどさ、うん、どっちが取るか。7回阪神バント失敗、はい、でダブルプレーになるという最悪なことが起きるんだ、ね、ここでね一塁ランナーも生きられなかったと。そう中野絶好調ライト前ヒット、うん、ね、マルテに代わって小畑がダイソー、はい、その小畑が打席に入るんだよ、はい、これがキャッチャーの前にバントするんだけど、はい、2年が素晴らしいプレーしたね、うん、ゲッツを取るんだよね、はい、それでチャンスを潰す、うん、あ、これはね、そういうことをしたら流れは絶対変わるね、7回そう思いましたね。思うよね、うん、それで7回アウェーから岩貞にスイッチ、はい、これはなぜかというと楠本のところで岩貞が出てきたんだよね、うん、もう回の頭から、うん、あ、これはもう系統に入ってきた7回だし、うん、はい、それは浜地もいるし、うん、湯浅もいるし岩崎もいるし、うん、だからまあこうつなぎね系統に入ってきたなと思って、うん、やっぱねそういうピッチャーっていいピッチャーってやっぱ先頭バッターが出るか出ないかなんだよ。なるほど、うん、岩崎に対して DeNA は代打を送らなかったんだよね楠本に、うんうんうん、俺は絶対代打だと思ったわけ、うん、それなぜかというと、はい、次に宮崎がネクストバッターサークルで構えてたら、うん、これは浜地が出てくると思ったわけ。なるほど、うん、だからもうここ勝負だったと思うんだよね。
うん、岩貞のところで太田大使でもいいし、うん、オースティンでもいいし、うん、ここに右を使わないと、うん、使うとこはなくなると思ってたわけよ、はい、で楠本の状態も良くないから、はい、でもそのまま打たして、うん、まあ、レフトフライかな、はい、に取られて、ショートフライかに取られて、うん、宮崎を代打に出したら浜地が計算通りに出てくるという、うん、そこがちょっと一つずれた感じですか、うん、ここで先頭に代打を出したら岩貞は絶対一人投げなきゃいけないんだよ、はい、だからここが俺ポイントだって勝負だと思ったんだよね、うん、だから変えてか必ず右が来たら次から浜地が出てくると思ったから、はい、だからここが勝負だったと思うんだよ先頭バッター、うん、出るか出ないかが。だからまあここら辺で代打一歩遅れたなっていうね。なるほど、まあそんな感じがして、はい、まあ絶好のこういう流れをつかみ損ねるというね、うんうん、だから7回バント失敗して流れが変わるかなっていったところをここで代打右が出たら流れが変わったかもわからない、うん、うん、その流れをつかみ損ねたなっていうようなね、まあそんな感じがしたね。7回の攻防ですね、うん、そうだね、うん、で8回、はい、8回相手のミス、うん、大変なミスをしてくれた岩崎投手、そう、はい、桑原のね好投があって、うん、一塁にエラーになる、でオースティンがフォアボールを取る、で佐野が、ね、ホームラン性の当たりを打って一打逆転かと思ったんだけど、まあ、ファールになり、まあ、詰まらされて次の球かな、ファーストファールフライで牧に来ました。絶好の打順が回ってきて、もうねこの4番と抑えのエース湯浅が投げる、うん、まあ、結局三振に打ち取られるんだけどもさ、はい、やっぱ大したもんだね、うん、牧もちょっと硬かったし、うん、状態リズムがちょっと取れてなかったということ、うん、で湯浅が買いまたぎをして、はい、まあ、9回も抑えてこのゲームは終わるわけだけども、はい、まあ、阪神のいいところばっかり出たね、うん、例えば矢野監督が早く仕掛けたということ、うん、ね、そこでチャンスを広げてものにしたということ、うん、でこの試合で4盗塁、うん、阪神の強みだよね足って、うん、4盗塁してるんだよ、うん、それも絶妙なのが1点を取りにこれはね点にはなってないんだけど、はい、大山が先頭打者でフォアボール取るんだよね、はい、江越をダイソーに送る、うん、で次の原口に送りバント5番だけど、はい、送りバントの構えをして1球目ボール2球目スタートさせて成功させてるんだよ、うん、これ意表を突かれてるんだよね、うん、峰井が、うん、でその後に原口が送って点にはならなかった、ワンアウトサードということを作ったんだけど、はい、点にはならなかったけどもそういう形がすごく作れるという阪神は、うんうんうん、もうなんかこう阪神の術中にはまったゲームだったみたいな感じですかね、まあ、そうだな、うんうん、それは何と言っても矢野監督は早く仕掛けたという、うん、で三浦監督が仕掛け損なったというね、まあ、そういう試合になったんだけども、まあ、DeNA の方は、まあ、言えば明日はベストオーダー組めると思うよ、うん、まあ、今日のがベストとは言わないけども、うん、ベストじゃないとは言わないけども、うん、明日は宮崎外とかそういうものが出てきて多分打線がつながるというふうに思ってるんだけど、その中で外が代打から2打席連続ヒット打ったんだよ、うん、そうですね、うん、そのやっぱ外に明日は頼るしかない、なるほど、うん、あんまりね状態がみんな良くない、うん、でね今回のポイントとして挙げてるのはやっぱ桑原なんだよ、はい、やっぱ桑原が塁に出ないとやっぱ勢いがつかない、うん、うん、だからまあ阪神が勝ってもいいんだしいいんだけどもね、うん、だけどいい試合を見たいから、はい、ね、桑原も頑張ると、はい、ね、はい、そういうセ・リーグ、まあ、セリーグでした。第1戦は 2-0 で阪神が勝ちました、はい、でも緊張感あるね、はい、いやなんかちょっとやっぱ雰囲気違いましたね、まあまあそうだね、うん、はいはいはい、はい、それではパ・リーグです。はい、はい、ではまずオーダーを見ていきましょう。オーダーね、はいはい、まあ千賀と高橋光成の投げ合いでね、はい、でまあ周東が ほぼ1番とか、うん、いろいろ終盤打ってたんだけども周東をこう下げたりだとか、はい、牧原をクリーンナップから外して2番にしたとか、はい、やっぱこうなんていうのこう高橋コーナーに対して、まあ、つながりというね
まあそういうことを求めたのかなと、はい、でデスパイネ状態が悪いけど使ってきたね、うんうん、これはワンチャン外すかなというふうに思ったんだけど、うん、まあここに今宮で柳町、はい、でシュートやっぱこういやらしいバッターを並べてきてるね、うん、はい、で一歩セーブ、はい、金子一番に持ってきたんだよね、うん、俺は予想では、うん、殿崎を一番、なるほど、だったら勝てるって言ってたんだよね、うん、うん、金子をなぜ持ってきたのかなっていうね、うん、うん、まあここら辺はあんまりこう変わり映えしないというかね、うん、まあほとんど源田が2番森が、ね、3番、はい、山が4番、まあ栗山もね使ってきてるしね、うん、ベテランをね、はい、はい、まあまあそういうところでまあ殿崎が一番だとこう俺はいいのになっていうふうに、やっぱ勝ってる時に殿崎が一番っていうケースが多いからさ、うん、だからまあここら辺がどういうふうに出るのかなっていうふうなね、はい、まあ、そんな感じはしましたが、じゃあまあオーダーとしてはそこまで意外っていうことも、うん、意外ではないけど、うん、あのソフトバンクはいやらしいなって感じる、なるほど、うん、はい、相手にしたら嫌だなと思って、うん、はい、はい、ということで、はい、内容結果はこちらになります、はい、まあ、さすがですこの先発投手、はい、まあ、結果はね5対3でソフトバンクの勝利、はい、はい、まずはまあね、でもねまあいいか、ちいちゃん、何ですか、いや、ちいちゃん、何、ちいちゃんも見てたよね、うん、うん、ひょっとしたら西武が勝ってる可能性もあった試合だったよね、うん、試合もなかなかいろいろとちょっと考えさせられるねありましたね、はい、はい、先発ピッチャー素晴らしい立ち上がり、はい、これがまず一番、まあ予想されたね、うんうん、あの立ち上がりっていうか、はい、やっぱ百戦錬磨の両投手だけに、うん、まあ、落ち着いてるしね、うん、まあ、ピシッとやっぱこう最初は締めていったよね、はい、でゲームが動いたのは3回、はい、ね、うん、周東のツーベースから始まり、はい、その後、うん、甲斐が1割8分しかぐらいしか 打ててないのに、はい、高橋コーナーが突然制球乱すんだよね、うん、どういう心理だったんでしょうかね、どういう心理だったんだろうね、まあ、とにかくランナー出てるのが嫌だったんですかね、そうそう、で、うん、続く三森が、左中間へツーベースタイムリー打つんだよ、はい、で1点先取する、はい、でなおで牧原が三振をし、うんうん、柳田に回ってくるんだよね、はい、でワンアウト2、3塁、はい、1塁が空いてる、うん、どうするかなと思ったら勝負にいってんだよ、なるほど、と思って一番ね今この打線の中で避けるとしたら、うん、俺は柳田だと、うん、柳田、うん、ねコメント欄に書いてあったからね、コメントで聞いたでデスパイネがやっぱポイントを握っていて、うん、このシリーズの、うん、デスパイネが打てるか打てないかっていうところだったんだよ、うん、やっぱ甲斐も浅いっていうこともあったんだろうね、うん、勝負に行ったんだよ、で勝負に行くのも分かる、うん、なぜかというと1打席目に三振取ってんだよ、うん、その同じボールで三振取りに行ったんだけど、うん、ちょっと甘くなったんだ、うん、それを逃さなかったギータは素晴らしいな、はい、もうポイントではギータさんはホームランを打つ傾向ですね、うん、最近は。あ、そうだね、うん、でも俺は序盤だと言っても俺だったら歩かしてデスパイネと勝負し、できればゲッツーでと帰ってきてくれないかなっていうふうに思うわけ。なるほど、うん、でも、うん、勝負にいった、やっぱりこうよ4番にデスパイネ、3番に柳田さんが入ってるっていうところはやっぱりデスパイネ選手の方がこうチャンスにっていうことでこの打順だったわけではない。いやそうじゃないと思うよっていうわけではない、というはやっぱりこの打線の中でやっぱ頼りになるのは、うん、ギータであり今宮だよ、なるほど、うん、だからまあ今日は周東がね、うん、すごく活躍したけども、周東のこうあれでね、うん、チャンスを広げるというね、うんうん、で5回、はい、連打で、チャンスを作り、はい、まあ、中村がねセカンドにちょっと暴投するんだよね、うん、でそういうミスも絡んで、まあ、2点を返す、はい、まあ、勝負にはなってきたよね、うん、で6回森のソロホームラン、はい、で1点差になるんだけどもさ、はい、
っぱシュートのタイムリー、裏すかさず、すかさず、はい、ここがポイントだったな。うーん、それで、西武の流れを止めるというね。はい、まあ西武の5回6回の得点の仕方っていうのが、うん、多分ソフトバンクにとってはあまりよろしくない流れになりそうな、まあ、ここら辺はね。そうですよね、うん、やっぱりミスでが絡んでるし、うん、で森なんかはフォークボールを完璧に捉えてね、うん、スタンドまで運んでるし、これ流れ的には西武に偏ってきてるよね。ということはその 6回の1点っていうのは、うん、そのしっかり流れを止める有効な1点だったってことですよね。いや、もうこれはこうくさびを打つというかさ、うん、相手の流れを止めるために、うん、まあ、やっぱシュートがねチャンスを作り西武の流れを止めたという。なるほど、はい、うん、だから素晴らしかったと思う、うん、でもまあ千賀も8回まで行ってねモイレルに直結したけども、はい、まあモイレルも最後ね一打逆転まで行ったのかな。いやもうなんかちょっと危なかったけどもね、ドタバタになってましたね。ドタバタになってたけどもまあだけどやっぱり千賀がね、うん、やっぱ素晴らしかったしエースらしい活躍をしてくれる、うん、で柳田が、うん、やっぱりこうチームの中心という柱というね、うん、活躍をしてくれる、はい、で一方チャンスの時にソフトバンクは山川を申告敬遠をしているという、うんうんうん、だからここら辺で申告敬遠をしてたらこのゲームはどうなってたんだろうっていうね、うん、まあ、そういう思いがすごく残る、まあ、試合だったかな。そうするとこの試合豊かの分析として最大のポイントだったのは、うん、その3回の柳田選手との勝負ということですか。まあそうだな、うん、まあ詰めてもよかったんじゃないかなっていうようなね、うん、うん、ただやっぱね詰めにくいのは、うん、高橋光成が投げてるということだもんね、うん、自分ちのっていうか自分のチームのエースじゃない、はい、だからそこに対して申告敬遠で逃げさすっていうのはさ、うん、やっぱそういうプライドもあったのかなっていうような、まあ、気もするよね。まだ3回ですし、まあ、3回だし、ね、1打席目三振取ってますし、そうそうそう、いろんな要素が絡んで、いろんな要素があるんだだから、まあ、満塁にして、うん、仮にデスパイネにヒットでも打たれると、うん、これはもう大量点失うとかさ、うん、いろんなこと考えたと思うんだけども、俺はそれでもやっぱ終盤ギータのやっぱあの優勝を逃した思いを考えるとさ、いやそうですよね、ただもんじゃないと思うからさ、うん、うん、だからそういう意味ではちょっと避けてほしかったなというね。それをね考えるとこうやっぱあのシーズン最後優勝を逃してしまった試合っていうのが結構衝撃的だったと思うんですけど、ソフトバンクの選手にとったら、ね、っていうのはうまく切り替えてこの CS には臨んでるっていう、まあ臨んでると思うよ、ね、ただまあ千賀がね8回まで来たからリリーフはあんまり使わなかったんだよね、うん、だからそこら辺では穏便にできたけど、うんうん、だけどどうなのかな、立ち直ってんのかなっていうのはね、まだやっぱこうリリーフ陣がどういうピッチングをしてくれるかっていう、うん、それにかかってるのかなっていうふうには思うけどね。はい、はい、ということで、はい、セパファーストステージの第1戦、はい、ちーちゃん、はい、俺は予想してた、うん、恨みが全部出てるっていうねどういうことでしょうか ね、まあ、ねやっぱこれって分かんないですね。でも阪神は存分に強みをね、うん、出して戦ってるし、うん、まあ、ソフトバンクはやっぱりやるべき人がしっかり仕事をしたというね、うん、まあそういうゲームだったけども、この1試合目がこういう結果になったら、はい、2試合目っていうのは、はい、なんかもっとどうなるんだろうっていうね、まあ熱くなるよね、うんうんうん、まあファーストステージ第1戦勝った方が14回中12回、はい、ファイナルに進出しているというね、まあ、データはあるけども、うん、まあ、頑張ってほしいよね。はい、はい、また明日ということでしたが、はい、また明日、はい、期待ですね。はい、はい。